お金持ちの人に国会議員になってもらいますよという話がすでに水面下で進んでおります。まあ、お名前を言うだけで皆さん分かる方なので、この人は立候補はできないけども、この NHK 党で一議席取った時にはこの人が自動的に一番最優先して当選しますというところに登録します。で、2番から50番いわゆる有名人を49人立候補させます。かけてないんですが DJ 社長であったりとか、もちろんまだ声もかけてないんですが光くんであったりとか、阪神タイガースの僕は現役の選手にまずはもう有名なね料理家とか、江頭2時50分さんにも、まあ、つまりこの49人の有名人ですね、この方たちは選挙に当選するつもりはないっていう方を集めてきます。立候補はするけども、この大金持ちの人を当選させるために立候補する有名人を集めてきます。新諸派党構想をどんなことを今僕の頭の中で考えていて、次どうしようとしているのか、まあ、代表権騒動でですね、代表権がもし大津彩から行った場合にどうしていくのかっていうことですけども、まあそもそもその国政政党という器ですよね、法人っていう器ですよね、こんなものよりも大事なのは中身なんですね。そこで働く、まあ、政治家や職員、まあね、そのあとはその、まあ、胸の内っていうか、いわゆるポリシーとか信念とか情熱とか心に秘めたもの、当然能力もそうです、人脈なんかもそうなんですが、要は次の選挙もうね実は1年7ヶ月後なんですよ、1年8ヶ月からもうね12月ですから、もう実はあと次の参議院選挙まではあと1年7ヶ月もないような状況なんですね。で、衆議院選挙というのは解散がなければその先になります。まだ2年1年11ヶ月後なんですが、まあ、衆議院選挙はいつ行われるかわからないので準備ができないんですが、参議院選挙についてはもう準備を始めています。で、新諸派党構想でですね、こうお金持ち、まあ、もうちょっと言い方変えると大金持ちです。いずれこの方のお名前が公表できると思うんですが、お持ちになっている資産は少なくても220億、です。もっと持っていると思います。で、この220億以上持っている大金持ちの人に選挙に10億円、最大10億円出してくれと。で、30億円ぐらい出してもらったらすごくありがたいですって話をしています。その代わり、お金を出していただく以上は、ちゃんと当選していただきますよ。参議院選挙の比例代表の名簿の1特定枠に入っていただいて、お金、持ちの人に国会議員になってもらいますよという話がすでに水面下で進んでおります。党の関係者幹部の人であったりとか協力いただいている弁護士に関しては、このお金持ちの人のお名前とか、まあ、お名前を言うだけで皆さん分かる方なので、出しています。まあ、こういう人ですよということを話をしています。なんならガーシーにも伝わっていると思います。でですね、まあこのお金がですね、仮に30億としましょう。30億がこう政治団体 NHK 党に貸し出されるということです。これあえて政治団体と言ってますけども、まあいわゆる大津彩香に代表権が行ってしまったことも想定しています。そうなると政治団体 NHK 党で代表立花孝志で選挙を戦っていくということになります。もちろん国政政党が戻ってくれば、これは国政政党 NHK 党あるいは NHK から国民を守る党で次の選挙を戦うことになろうかと思います。でですね、この全国比例に50人立候補させていいっていうのは今日総務省のに確認していますので、参議院の全国比例っていうのは2種類の票が有効になります。まず1枚目の投票用紙っていうのは都道府県のですね候補者の個人名しか書けないんですが、2枚目の投票用紙は政党名を書いてもいいし、前回で言えばガーシーとか山本太郎とかそれこそ斉藤健一郎っていう個人名、まあ、つまり政党名プラス個人名なんですね。で、この個人名と政党名を足した数が票数がおおむね100万票、まあ100万票までいらないんですけど、100万票につき1議席なんです。2019年は98万票。NHK 党って書いていただいた方が大体80万票で、立花孝志と書いていただいた方が13万票。まあそれ以外で、まあ98万票だったんですね。
で、前回のガーシーの時も NHK 党って書いていただいた方が83万票あったんですね。まあ、つまり、どんなに少なく見積もっても、やはり NHK の被害者を守るする活動って今もなお続けていますので、まあ、NHK 党って書いてくれる人は、このまま言っても50万票ぐらいはあると思っています。安く見積もって、少なく見積もってね。で、これ以外に個人名というのが、党の、まあ、この、個人名で、あと50万票乗れば、1議席取れるわけです。で、それで、この大金持ちを当選させるプロジェクトなので、全国比例には50人立候補することができます。だから、まず1人目はこの大金持ちの人が特定枠と言います。もうこの人は、立候補はできないけども、この NHK 党で1議席取った時には、この人が自動的に一番最優先して当選しますってところに登録します。で、2番から50番、いわゆる有名人を49人立候補させます。で、この有名人って誰ですかっていうと、まあ、今のところ本人は指定してるって OK もらってないんですが、DJ 社長であったりとか、もちろんまだ声もかけてないんですが、ヒカルくんであったりとか、阪神タイガースの僕は現役の選手にまずお声掛けをして、それでもダメだったら OB の元阪神の選手だったりとか、もう有名なね、料理家とか、江頭2時50分さんにもこれからも声かけていこうと思ってます。で、あさって実は非常に有名な、後でどっかでね、皆さんに言えたらいいんですけど、この有名な方、そんな人とっていう人と、あさってこの大金持ちの人と僕と、この有名人の方とご飯、食事に行ってきます。まあ、つまり、この49人の有名人ですね、この方たちは選挙に当選するつもりはないっていう方を集めてきます。立候補はするけども、この大金持ちの人を当選させるために立候補する有名人を集めてきます。で、その人たちは自分の名前を書いてもらって、例えば DJ 社長と書いてもらえれば、まあ、投票所に行って書いて、スマホで写メ撮って、インスタとかツイッターに上げて、DJ 社長がいいねを押していくみたいな。まあ、こういう戦法でですね、じゃあ DJ 社長のところに、例えば50万票入りました。DJ 社長50万票と入るってなかなか厳しいんですけど、まあ、仮に50万票入ったとしたら、この大金持ちの人から、党経由でね、1票1000円でちょっと交渉していこうと思ってます。50万票入ったらなんと50万かける1000円で、5億になりますね。でも例えば DJ 社長で50万票取ったらここの50万票と足してもうこの大金持ちの人当選なんですよ。まあガーシーであの勢いになったガーシーで28万票ですので50万票取るのはなかなか厳しいにしても要は49人いますから現役の例えばアダルトビデオに出てる人アダルトビデオで出てる人もインスタグラムとか、TikTok とか YouTube ショートでは結構ギリギリの水着を着てね、ショート動画作ったりしてるんで、そういう人にも立候補してもらうと。いろんな人考えてます。料理研究家とか子供のね、子供が見ててもいいんです。子供に向かってね、お母さんやお父さんに選挙行ってって言ってっていう感じで、子供が見ているおもちゃとかね、そういうのをやってる YouTuber とか、まあ、とにかく有名人の YouTuber をどん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  YouTuber とか TikToker とか政党のお金をどういう使い方をするかについては警察や裁判所が判断するんじゃなくて有権者が判断するっていう考え方です。だからどんな使い方をしているかは公表する義務があるけどもあとはその人に投票するかどうかについては有権者に委ねられているということなんですね。だからこういう形で大金持ちからお金を借りて党が大金もで選挙に立候補した人に1票1000円でこうお金渡してきて、もちろんね、あさって会う有名人に対してもいくら欲しいですかとかこう歩合制にした方がいいですかそれとも固定にした方がいいですかみたいな話をしていきます。大学生誰か出てもらう料理枠で誰か出てもらうネイル枠とかメイク枠とかそういうね料理枠とかまあ、例えばお笑い芸人枠とかでそれぞれのこの49の専門分野というかジャンルの人を引っ張ってきて、選挙に行かない約 50% の人にですね選挙に行ってあなたの応援しているインフルエンサーあるいは YouTuber の名前を書いて写真を撮ってネットに上げていいねをもらおうという戦略ですね。これが僕の最新の戦略ですのでまあ皆さんの方はこのどのような有名人に出てほしいのか僕の知らない有名人もいっぱいいるんですよね。だからそういう意味ではネットで、有名な人
例えば CM とか出てる人はね、ダメなんですよ。企業とに出てる人は、選挙の立候補とかで禁止されてるんですけど、でももう TikTok で有名とか、Instagram で有名とか、まあ YouTube で有名な人って、僕が知らないところもいっぱいいるんですよ。で、そういう人たちで、1人、最低1万票、できれば3万票を取れるような人を、探してくればですね、数の力でいきます。ちなみに、50人立候補させるのに1人600万円なので、供託金は3億円ですね。で、その人たちに、まあ、これ配っていくということで、この大金持ちの人に、まあ、ちょっと10億だと厳しいんですけど、30億円は出してほしいなと思ってます。で、有名人が引っ張ってこれれば、2人、3人と当選すればですね、その次の衆議院選挙も、このやり方が定着してくるので、もうね、他の政党とか政治家とは僕の頭は違うんですよ。皆さんご一緒に